はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイというわけでやっていきましょう。今回はタイトルにある通り静止化エレベーター、静止化エレベーターっつっていいのかな、まあ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 いいでしょう、いいでしょう。実用シーン案通ったっぽいしね、通ったっぽいしね。前回ねある程度開発できて動画で出したらもう誰々さんがやってますみたいなこと言われなかったんで、多分実用シーン案通ったと思っていいでしょう、いいでしょう。特許取得ということでで一応作り方なんですけど、用意するもの今のところ、ガレージと扉、ガレージ扉でなくてもシャッターでもいけます、シャッターでもいけますけど、シャッター回収できないんで失敗した時が痛いです。そうだよね。なのでシャッターはどうだろうか、あまりおすすめできないかもね。でも電力なしだから強えんだよな。シャッターシャッターちょっと待って、作るの時間かかるよね。今回作るの無理だな。そしたらこれ鉄バネ機械、バネ結構使うね。鉄はこっちにあるかな。シャッターこれ作りましょう。10分かかるね。でもって、必要なものたちは土シャッター、もしくは多分だけどもこの壊れた石でもいけるかもしれないです。ワンちゃんちょっとわかんない、自信がないです。あとランドクレームはあるといいでしょう。であとバッテリー、発電バンク、エンジン、燃料、こんなもんかな。あとワイヤリングキット、邪魔なもん一回しまうか。いらないでしょう、これもいらないでしょう、これもいらないでしょう。なペラルフォードの材料だから、あこれあってもいいかな。ちょっとこれちょっと面白いことできそうなんで取っといて、これもいらないでしょう。蜂蜜は持ち歩きたいね、正直ね。蜂蜜いらないでしょう。コンクリートもこんなにいらないでしょう。リペアキットはいる。ランタンもいらないかな。今バネもちょっとリペアに使う可能性があるか、持っとくか。ってことはこれもか、ってことは鉄もだね。ん？俺鉄しまわんかった？こっちにしまった？持ってる？持ってる。じゃあスチール持っとくか一応。ネイルガンもリペア用。シチュー。一番こんなにいらないんで。一個あればバッテリー足りるか、バッテリー付け容量。よし、これでいきましょうか。で、今回はタイトルにある通り、超高速エレベーターなので、ここで試してみようか。ここね、ここ深いんですよ。はあ、怖いな。どれぐらい深いって見せたいけど怖えな。まあまあまあ、これぐらい深いんですよ。下あれないよね。ないね。まあ岩盤まであるんですよ。藁があったらちょっとワンチャン飛んでみてもいいかなって思ったけど無理ですね。勇気がなかったです私には。耐えるっていうのは知ってるんだけど勇気がなかったです。もうね、転んで飛び降りるようなもんじゃないです。あとスイッチあったらいいと思います。スイッチまあこれトリガープレイで試すけども、まあ最初はスイッチでいきましょう。ちょっと草刈っていこうかな。これ何回も上下往復するとなるとね、絶対持ってた方がいいんで。こんなもんでいい？レシピどこ？草どこ？これ一個じゃ無理かな。サボテン3切るか。斧がない。サボテンは重宝するか。手で
これちゃんと出てくるか不安だな。不安だけど、あ、アンチやん、斧。なんでこんなところに入ってんだ、珍しい。17。じゃあこのサボテンまで切ったら降りましょうか。よし、5マスあれば十分でしょう。さてさて、でも簡単な原理としましては、ちょっとねびっくりするような感じです。なので私責任取りません。一切の責任を負いません。私この方式で成功しても失敗しても一切の責任を取りません。成功した時は責任取ろうかな。あ、なんだ、いっぱいあんじゃん。失敗した時は責任取りません、私。その時はもう俺知らないです。失敗した時はもうなんか全ロスするかもしれないんで、私知らないです。その方針で行かせていただきます。もうね、多分、失敗はしないと思うんですよ。思うんですけど、ちょっとわかんないんで、万が一ね、万が一ってことはありえますから、ね、帰ってくるようなね。これ多分動画的に何回か往復しないといけないね、私。頼むよ、ちゃんと着地してくれよ。マジ俺、干し草の角に頭をぶつけて死ぬの嫌だからね。よし、では設置していきましょうか。まず必要なもの、ランドクレームブロック。あ、これさ、回収できるかもみたいなこと言ってたね。できるっけ。境界表示削除する。できないっすね。回収できないっす。できないっす。はい。で次に必要なの、 3×5 のスペース。1234、はい、嘘ついた、合ってるか。345×高さ3、ね、こういう感じで、これだけですね。これだけあれば OK ですね。でその後ろに土を敷きますと、こういう感じでね、土を、敷きますと。で、これでいいのか。もう一マスかな。あれ、とりあえず一番奥のマスはもうこうですね。こうですね。で隙間なく埋めてください。隙間なく、壁との隙間がないようにね。これでいいでしょう。今ブロックがあるのはこんな感じ。ここが今隙間の空いてるブロックですね。こういう感じで、うん、これで一回シャッターを置いてみましょうか。挙動がどうなるか。でシャッターをこちらを向きまして、12でいいのかな。これ設置して、多分ね、あと2回回さないといけない気がする。ってことは最初の回し方が正解ってこと。で燃料入れてオンにする。でもこれこんな逆でございます。逆の時は慌てず、いいよ長尾、いいよ長押しもしなくていいのか。いいよ押して回収してください。え、これもう一回クイッて一回回してクイッてやります。これなんかいい方法ねえのかな。模様で
こっちに点がついてますね。反対にもこっち側にもついてたら終わりだけど。はい、ついてますね。見てわからんかもしれないな、これは。どっちに動くか。OK ですね、これで。これで OK ですね。これ OK の場合は、一回スイッチを。どこにつけようかな。と。こっちにつける？俺どこで押されるのこれ。これ私ここで押されるよね。スイッチいらないね。スイッチいらないですね。スイッチいらないです。これでいいのかな？前回実用試験取得したばっかりだね。ちょっとね、あ、はいはいはい、わかりましたわかりました。そこのブロックですね。なんで俺が上に登るんで、ちょっと削らないといけないね。こうか、こうだよね。これでいいかな。多分これでいいと思います。行ってみよう。これで設置してみます。よいしょ。今回はね、もうお披露目会だから、とりあえず作り方動画ではないので、それをちょっと最初に言ってくれる。これでいいでしょう。うん。さあ、行きたいと思いますが、ちょっと待ってくださいね。まず私まだ勇気がないので、自分が作ったものなのに、これはちょっと信頼を置いてないのでね。さあ、前回の動画見てない方は、ちょっと、びっくりするかもしれないですね。最初に言っておきます。まず、責任は取れないので、物はすべてしまいます。責任取れないので、まず動かす前に物は全部しまいましょう。何が起きるかわからないからね。で、貴重なもの、こういうオーガーとか絶対しまっといてくださいね。私責任取れないんで、私自身責任取れないからもう置いてるんでね。はい、行きましょう。で、こちらに乗ります。乗ります。乗りました。届かないです。あ、届きます。これでオンにすると、なんとシュワー、超速い。見ました、見ました。もう一瞬にしてもう地上ですよ。この高さを一瞬にして登るんですよ。素晴らしい。素晴らしい。ちょ、こっからか。やばいね。やばいね、これね。これワンチャンこっちで地面抜けねえかな。これ切った時に地面抜けれたら、俺。あ、いけるか。あ、これいけるかもしんねえ。別の方向で。今ので無理やり入れそうな気がしますね。ちょっと。いきなり改良版になりつつあるわ。それだったらもうあれなんだよ。電源必要としない。まあ、電源の必要ない、この何？シャッターでやっちゃえばいいんだけどね、本当は。それが一番手っ取り早い。それは間違いない。あ、入っちゃった、この隙間に。あ、やっちゃった、びっくりした、びっくりした。これは慣れが必要ですね。絶対慣れが必要ですね。
うわ、あ、ここ出れないですよ。これゾンビの目に遭うんで。で、あ、こっちもちゃんとひょいひょいってやって、これでやってみましょうか。あ、惜しい惜しい。入れそうで入れないっすね。入れそうで入れないっすね。あ、やべえかも。あ、よかったよかった。触れた触れた。うーん、入れそうで入れないか。こうやってもダメなんだよな。無理ですね無理ですね無理です。これはやはりシャッターで行くしかないですね。で、こっち削るときはシャッター回収してください。殴りミスったらあれになるんで、シャッターが傷ついちゃうんでね。で、こういうことですね。で、じゃあ低コストで行くならば、やはりこれ合ってるっけ。なんで置けない。よいしょ。OK。低コストで行くなら、やはり、スイッチはプレートかな？そんな気がしますね。合ってるよね、これね。OK、合ってるね。なので、一回、間違って木の板回収しちゃって嫌だから、これ回収するかが邪魔なんで。で、これと、これでいくかな。よいしょ。お！なんだよ、強化できてたのかよ。で、これを、わっつって感じだな。これ設置できたらできたら問題だな、多分。ダメかもしんないっすね。これどうなってんの？ん？なんでできないの？それ。ん？それできるくね？あ、できるじゃん。あ、1マス横に長いのね。まあいいでしょう、いいでしょう。で、シャッターを設置すると。設置すると。で、これつなげばいいの？こういうことですね。まだまだ信頼してないので、こうして、こっちだな、こっち邪魔だね。入り口はちょっと工夫してもらう必要がありますけど。これちょっとトリガープレートはインスタントではなく遅延1秒入れましょうか。遅延1秒入れて、でランプを作ると。こういう感じでいかがでしょうか。これでひょいっと入るとカチャボーみたいな感じですね。
けますね。で、スイッチの電力が 1W あるんで、1W だけ消費していくっていう、ちょっと、まあ、燃費あまり悪くはない。これ5W？ これ何 W？ これずっとオンにし続けるよりは多分安いでしょうっていうことです。その普通のスイッチもね、1W になっちゃったんだよね、これね。アップデートで。確か。前は 0W だったんで、無理やりこれで延長してね、ちょ、ワイワイしてたんだけども。これ 1W になっちゃってるんで。で、これシャッターは 5W なんで、まあ、ケチるならば、アイドルを、この方式になるかなと。キーンって上がります。ヒューン。素晴らしい。一瞬にして、上に上がってこれるっていうね。これちょっとゾンビどうなるか試してえな。これゾンビポイ捨てできるんじゃないかなって思うんですよ。ただ、あそこにゾンビ誘導できない。あそこにゾンビ誘導できない。できるか？時間かければできるか？ゾンビの挙動を見てみたいよね。ゾンビはそのままポイ捨てされるのかどうか。あ、そっちにいっぱいいるじゃん。ゾンビは捨てられるのか、それともゾンビも一緒に上に来るのか。さて、興味あります。逃げましょう、ゾンビさん。君たちがどうなるのか、私はすごく興味があります。こちらですよ。さあ、あ、バカバカバカ、痛いよそれ、痛い。出血したら俺、あ、一応バンテージ持ってるか。穴掘らないでね、大丈夫だからね。私についてきてくれるだけでいいからね。下手なとこ怒られたらマジ困るから、ついてきてください、ついてきてください。あの、ちなみに縦穴はゾンビが降ってきたら私のとこに絶対来れない仕組みになっているんで、こっちを経由していかないといけないんです。多分デモニショニストしか到達できないです、私のところに。あいつはどうしようもないからね。なのでこの狭い道を誘導しております。今もしあのトラップの動画を見たい方がいらっしゃいました、プレイリストの、何日目のフェラルホードだろうね、結構前のフェラルホードだとは思いますが、ぜひ見てください。最近はトレーダーのところでちょっと遊んでますんでね。さあどうなるかだな、これな、これどうなるかだな。これ行っちゃったらさ、あれじゃん、どうしよう。おお、バカ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 、終わった。こうしよう、こうしよう。あ、やばいやばいやばい、あいつ壊しちゃう。ちょ、バカバカバカ、殴らんといて。あ、ちょ、あ、ちょ、遊ばないで、ガシャンガシャンして遊ばないで。待て待て待て、よし、あ、出血が、あ、俺こっち逃げてきちゃった。お、ゾンビどうなりました。ちょ、待て待て待て、遊ぶな遊ぶな遊ぶな、5秒遅延。やばいやばいやばい、シャッター壊れちゃう。やばい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 、ちょっとこっち来て、ゾンビさん。一回シャッター直そうか。やめて、行くのがやめて。痛い痛い痛い、これ治る？なんだ、シャッターめっちゃ強えじゃん。なんだよ、気にする必要なかったじゃん。木作るフレームがない。あ、フレームいっけ。
解体しないです、解体しないです。あ、ちょ待って、ちょ待って、よし、OK、 1、2、あ、やばい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 、発動しちゃう、発動しちゃう、あれ発動しない、発動した、あー来ちゃった、あ待って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 、危ねー、焦る焦る、え、どうなのそれ、ちょっと待って、じゃ何を取りたい、何を取りたいかはっきりしてから、オーガオフ、あ、いない、頭ボワンボワンになってる、ちょ殴られすぎだって今日、とりあえず出血はしてないね。OK だね。オーガーで。よいしょ。耐えた。耐えた。お。一人ゾンビいなくなった？わからんな。準備。準備が先だったな。なんだっけ、これ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 。ゾンビどこ行ったんだろう、もう一人の。よし、これでいい。ふう、あと登るだけや。おいで。です。はい、いいですね、いいですね、いいですね、行きますよ。はいよ。え？ちょ待って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 、タイミング。もう一回もう一回もう一回。ちょっとちょっと待ちすぎたね。殴らんといて、殴らんといて。大丈夫ですから。ちょっと待ちすぎたね。ほいっと。行こう、今だ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 今、どうなったどうなったどうなった、ちょ俺もあと追い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 追い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 痛い届かなかった、あれがは、あちょままそれダメ、それマジダメ、起動しないで、よし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 、わと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 、あああ、頭おかしくなっちゃう、これを修理してからでなければ拾うことはできません、ちょっと待って、一回リセットして、あ、バカ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 、ゾンビいなくなったんじゃない？ちょっとわかんないですね。ちょっとわかんないですね、この挙動。ワンチャンゾンビ捨てれる可能性が出てきました。ちょっとこれ地上で試さないと見えないな、わかんないね。ちょっと地上に持ってって地上で試しましょう。とりあえず今回は、確実に、1秒ぐらいがいいかな、確実に地上に行けるということが判明しましたので、よかったのではないでしょうか。地上と言わずにこれ上空どこまでも行けます。た、あ、そうだ、注意事項言うの忘れてた。注意事項なんですけど、私、最初に土とか言ったじゃないですか。あれがね、もしね、コンクリートを使ってしまったら、
コンクリートを使ってしまったら、もうこの土のどこかに閉じ込められることになりますので、皆さん気をつけてください。どうやったら見えるかな。さっきちょっとだけ見えてたよね。これで見えるかな。見えないか。これで見えるかもしれない。あ、見えないか。ダメか。あ、やばい。あ、やばい。あ、見えないね。めり込めたら見えるんだけども。あ、無理だ。土との間にテクスチャーが変わるんですよ。テクスチャー、どういう時に落ちてる間にしか説明できねえな。テクスチャーが切れちゃうんですよね。コンクリートとかだと隙間ができて、でそのテクスチャーが切れてるとそこの隙間に入り込めるんで、難しいなこれ。見るの難しいな。ね、バグったくね。お、いけた。こうやって見えるじゃないですか。今この地層あるじゃないですか。地層、この地層だったら OK なんですけど、このコンクリートとかこういうブロックがあるとこが今見えるのはテクスチャーが切り替わってるところなんですよ。これコンクリートね。この先にあるの。これコンクリート。こういう状態の場所が道中にあると、道中っていうのはこの下に向けての話ですね。下に向けてそういう隙間があるとそこに引っかかってもうリログするしかないですっていう。リログしても下手したらそこに引っかかったままになるんで、もう生き埋めの状態ですよ。地面の中に。そういうことになり得ますので気をつけてくださいと。なので私は責任取りませんよって言ったのはね、こういう構造上のことです。だ今この透けてる部分は、ここ地上草が見えるよね。草からここまで全部透けてるんですよ。途中で土挟んでるんだけども、まあ透けてるんですよ。で透けてるところだったら、まあ地上で作って落ちてもそのワールド抜けるんで、ワールド抜けたら地上に強制送還っていう、このポイントの一番高いところに強制送還っていうのが発生するんで、それで地上に一瞬で帰ってるっていうことですね。ということでこれでいいかな、今回の動画。もしよかったら使ってみてください。もし配信者の方でもね、これ面白いって思ったら使ってみてください。セシカの名前出して使ってみてください。了承とかは特にいらないです。言ってくれれば、見てる視聴者の方がきっと誰々さんが言って使ってたよっていうと思うんで、それをまた私の動画でも誰々さんが使ってました、ありがとうっていうことになるでしょう。なのでぜひ試してみてください。で次回は今の応用のゾンビを落としたらどうなるかっていうのをちょっと、もうちょっとテストしてみたいですね。ワンチャンゾンビを葬れる可能性があるんで、それができたらだよ。それができたら、次のフェラルホード、警察官いらねえじゃん。警察官ポイ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 捨ててさ、もうポイポイトラップとか言ってたけど、本当にポイポイゾンビ捨ててさ、警察官。他の必要なゾンビだけ燃やし続けるっていうことが可能かもしれないんで、ちょっとそれ狙ってみましょうか。なんで挙動次第だね。だからもうこっちでじゃなくて向こうで試そうか、そのまま。というわけで今回ここで終わりたいと思います。もし面白かったと思ったら、あ、これ相手持ってこねえ、いけねえ。面白かったと思ったらまた遊びに来てください。いろいろな変なことを研究開発しておりますので、ここのトラップもね、ゾンビを一方的に殴れる、あ、壊れてるねこれね。なんこのブロック、あ、これ合ってるよね。このブロック謎だね。あ、二重にあったんだ。二重にあったの一重目壊されたんだね。じゃああまりにもゾンビが多すぎて
殴るスピード間に合わなかったっていうことですね。そうだったわ。まあ一方的に殴る仕組みだったんで、これは超低コストでゾンビを処理できる、殴り経験値も上がるっていう悪くないトラップではあったんですけども、じゃあアルファ18には耐えきれないみたいです。ゾンビが多すぎたっていう感じですね。というわけで、あとは回収して地上に上がって、次回おお修理してからでなければね。あーマジか。まあいいわ、プレートは置いてこう。これエンジンどうなるんだろう。あ、帰ってくんだ。自動で帰ってきたね。なんで向こう側でちょっとこれを設置して、ただ怖いのがこれ失敗したら警察官が地上に上がってくんだよな、俺がいるところに。ああれで帰れ、帰れねえよ帰るためのものを今取ったんだから。地上にゾンビが上がってきた、警察官が上がってきたらもう罪だよね、フェラルフォードで。まあその時はその時で例の手段を取ればいいだけか。そうだね、特に心配するほどではないと。やめろ。あ、バカ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 、やり投げちゃった、やり投げちゃった、パワーアタックなかった、ちょっとスパイダー久しぶりにスピアなんか使うからびっくりした。パワーアタックした槍が飛んでったわ。よいしょ焦ったというわけでご視聴ありがとうございました。セシカでした。次の動画は7時ですね、夜の。よろしかったらプレイリストは動画の説明欄にありますので、ぜひ見てください。セシカでした。